7月27日から卓球競技がスタートするパリ五輪前の最後の大会でしてタイで開催された WTT スターコンテンダーバンコク7月2から7日日本勢は男女ダブルスで優勝を飾っており最終日の7日に行われた混合ダブルスで張本智和早田ひなが優勝男女シングルスでも張本智和伊藤美誠がそれぞれ優勝し5種目全てを制覇 パリ五輪に出場する選手はもちろん、出場しない選手の活躍も光り、改めて日本の選手層の厚さを世界に知らしめた。パリ五輪混合ダブルスの第2シードをかけて臨床伊佐を、新郵便、韓国、をシード争いを続けている長本、早田。ランキング2位の韓国ペアを追いかける同3位の張本、早田はここまで WTT の3大会で3連続優勝してポイント差を縮めていた。 韓国ペアは今大会で決勝に進出すれば第2シードになり、日本ペアは優勝しなければ第2シードの望みはなく、加えて韓国ペアが準決勝までに負けないければいけないという条件があった。重圧のためか韓国ペアは準々決勝で地元のパダサークエス。スターシニーに敗戦すると、日本ペアは準決勝で林雲樹、ジ芝、チャイニーズ台北、決勝でコーチンテイ、都外キイン、香港、 を破り優勝最後の最後で逆転し、第2シードを獲得した。女子シングルスは決勝で伊藤と橋本穂香が対戦。伊藤、橋本ともパリ五輪代表ではないが、各国の代表選手をなぎ倒し、堂々たる決勝進出。試合はもつれながらも中盤で力強いスマッシュを見えた伊藤が4対2で勝利。 伊藤は2023年2月の WTT コンテンダーアンマン以来、1年半ぶりの国際大会優勝を手にした。男子シングルスに出場した張本は、今大会の自身の成績によってパリ五輪のチームランキングが左右される重要な大会になっていた。日本はチームランキング4位を死守するために、張本個人の世界ランキングポイントを上げ、5位のチャイニーズタイペイの林雲樹の追随を防ぐ必要があった。 張本は前週の WTT コンテンダーチュニスでも3種目に出場して3冠を達成し、今大会でも松下照空と組んだ男子ダブルスと早田と組んだ混合ダブルスで優勝と、誰よりも試合数をこなしていて、体力面での心配が予想されたが、気力を振り絞ってシングルスでも最高のプレーを見せた。両者の対決は準決勝で実現し、チームランキングのためにお互いに負けられない一戦となったが、 ここまで WTT で林雲樹に2連勝中の張本は、この準決勝でも隙のない両ハンドプレーで林を圧倒。決勝進出を決めたと同時に、日本のチームランキング4位も確定。張本は勝利後に指を4本見せて、第4シードを取ったぞ。と喜びを見せた。張本の勢いは止まることなく、決勝でも林高藤、中国、を寄せつけずにストレートで勝利。 林が繊維喪失するほど長本は動きと反応の速さ、打ち合いでも負けないフォアドライブ、伸びのあるバックドライブと、体力面の不安を気力でカバーし、持てる力を十分に発揮した。パリ五輪前の最後の WTT で日本は最高の形で終えることができた。パリ五輪までの残り3週間弱、連戦の疲れを癒す時間はそれほどないのかもしれないが、 代表選手たちには帰国後に束の間の休息を得てパリ五輪に向けて万全の状態で臨んでほしい。